はい。皆さん、こんにちは、えー。レック専任講師の根本です。これより根の千本の専門ノック高速トレーニング講座第1回目の講義を始めてまいります。えー、この初回なんですが、えー、ちょっと講座の説明、勉強の仕方などを説明するため、15分をオーバーいたします。その点、ご了承ください。まずはこの講座、どういうコンセプトで、どういう勉強法をするのかということを説明します。はい。こちらの講座のコンセプト、こちらの方につきます。 超基本論点だけをひたすら解いていくここからやる説明については一つも間違えちゃいけないもの落としてしまえばやっちゃったねと,といった論点だけを集めていますそういったものだけをひたすら繰り返すことによって持っていきたいことは二つあります一つはエラーを防ぐもう一つは 同じ問題をひたすら繰り返すことによってスピードを上げるこの2つのことをやろうとするのがこの千本ノック講座だと思ってくださいじゃあ具体的にはどんな教材でどういう手法を取っていくのかとこちら今回レジュメの方が3分冊あると思います1分冊目の民法の方を見てください スタイルとしては、こちら、左側に問題、そして右側には、回答、解説、根拠を入れています。で、この左側の問題については、2回出ているもの、もしくは今後2回出る可能性があるもの、それだけに絞っています。 また、問題によってですが、過去問のままだとちょっと表現がなってものに関しては、積極的に当連の問題等も入れています。知識は過去問ね。ただ、その題材自体を当連から引っ張ってきているというものもあります。この講座の受け方としては、私がじゃあこのタイミングで演習をしてください。 というふうに言います。演習時間としては画面上は5秒もしくは10秒にしています。で、その演習の画面が出てきましたら、右側、皆さんは指定されたページを丸抜つけてほしいんです。で、その丸抜つける際に絶対守ってほしいのが、目で見て丸抜をつけるではなくてね、あの、紙を1枚用意して、右側紙で隠してね、丸抜を書いてってほしいんです。答えを。 頭の中で丸×やっていくとね、結構ぶれやすいんですよ。また、大募にあるのはね、うん、この知識があってこれはできない、できないって書いてあるから×。なんでこれ、こう間違えるかねえとというのもあるんです。実際、丸×を書いてみないと分かりません。引っかかることもあります。なので、必ず紙にね、丸×をどんどん書いていってください。これ、絶対お願いします。 でまたこれ人によってなんですが、できればね急ぎ目に解いていってください。急ぎ目に民法であれば5足で2分半、5足あったら2分半、民法、会社法は5足で2分半、それ以外は5足で2分、もしくは1分半、5足で2分から1分半、これを目指してやってください。急いでやる エラーを起こす。エラーを発見する。これもこの講座の目標になります。はい。こちらの方。これがこの講座の手法である。1回15分の演習解説という部分になります。皆さんに演習をしてもらう。そしたら私の方が、一安心一安心について解説を加えていく。そういうスタンスをとっていきます。 では次ポイントの3、これ、講義終了後の部分になります。今回、お手持ちにある冊子、もうどれもこれも、ね、60ページちょっとぐらいになっていると思いますで。初めの方は少し時間がかかるかもしれませんが、慣れればこの60ページの冊子、2時間から3時間あれば回せます。 超基本が2、3時間で回せるようになります。普段の学習があります。で、普段の学習を一個一個やってると、あこの科目全然触れてない、あ民法の親族は全然やってないっていう状態になっちゃいます。そこで、1週間に1回、この冊子を使ってください。1週間に1回、この冊子を3冊回す。そうすれば、主要科目の基ソは1回回したってカウントにできます。 あと、それとは別に普段の自分の学習を続けてほしいんです。これによって、ある意味、丁寧な学習と、荒っぽいけど回す学習が並行してできるようになります。ぜひそういう形で、今回のこのレジュメを使っていってください。 はい。では、このぐらいでコンセプト等の説明を終わりにしまして、じゃあ具体的な講義の方に入っていきましょう。では、まずは、こちら1ページ、民法総則の方からやっていきます。では、この1ページの問題、すべてやってみてください。えっ、ー、と、こちら画面の方は切り替えた後、5秒、10秒で切り替えます。皆さんは、ウェブ DVD を止めて、講義の方を聞いてえ、再開してください。では、どうぞ。 では、実際の説明を入っていきましょう。では、まず一番上。27年の問題です。単に権利を得、義務を免れるのであれば、不利益はない。不利益はないから、単独でやってよい。で、実際、ここをちゃんと抜き取ったでしょうか。負担付きのものでないという部分です。負担がついていれば、権利を得るだけ、義務を免れるだけ、 とは言えなくなくりますでは次31年の問題こちらですが処分を許した財産学費として渡すお小遣いとして渡す渡した時点で同意がある渡した時点で同意があるだから この未成年は独断でも行為ができるようになります。はい。で、次、15年の問題。これですが、審判手続き。本人がと言っています。後見補佐、補助。最悪でも本人は絶対できます。 本人自身が自分を貢献にしてくれというふうに言うことは可能です他にも請求権者はいらっしゃいますがまずは本人のところをしっかり覚えておきましょうでは次19年の問題こちらですが非貢献こちらの方には同意権がない 同意権がないという意味は何かといったら、同意がもらっても、同意をもらっても取り消せる。同意をもらっていても取り消せる。はい。そのため、今回のこの足は取り消しができ、え、こちらの方、取り消しの方、取り消しを得なければならないというところ、ここは誤りになっていきます。 なんで同意があってもなくても取り消しができますよと。では次、15年の問題。15年の問題ですが、日用品の購入。これであれば独断で許しています。日用品の購入、金額も低い。また、ここまでやらせないというのは、本人の自己決定権、過度な干渉になる。 なので、これぐらいであればやらせましょうとそして次、29年の問題ですで、ここ注目してほしいんですがこの2点のチェックをちゃんとしたでしょうかはい。 最国の問題があった場合、見なきゃいけない点は2点あります。誰に最国するかと、ということと、最国を無視したときどうなるかという点です。で、多くの方が、校舎の方ばっかり目を行きがちです。最国を受け取れる人にやっているかを見てください。この最国受け取れない人は、未成年や非貢献、 彼らには頭量能力がないから受け取れません。で、本文はこちら、貢献が出てますので、これは非貢献の A ではなく B に対して行う必要があります。 では次令和3年の問題日用品の購入これ自体は非貢献だって独断できます能力が低い人ができるだったらそれより能力高い人だって当然できます非補佐の同意権13条は絶対13条 プラスアルファができるだけ。13乗プラスアルファができるだけです。今回はその対象ではありません。はい。では、まずここまでいたしましょう。じゃあ次は2ページの問題にやってみましょうか。じゃあ2ページの足をすべてやってみてください。どうぞ。 はいでは一番上15年の問題ですえこちらですが「意地悪で同意をしない」要件としては「害する恐れがない」にもかかわらず「意地悪で同意をしない」この場合裁判所側が「同意に代わる許可」 同意に代わる許可を与えることができます。要件をちゃんと押さえてね、害する恐れがないでも同意をしないです。30年の問題です。こちらですが、遺産の分割とあります。非補佐は管理はできるけど、処分はできない。 管理はできるけど処分はできない遺産分割をするというのは相続分の処分になりますですから独断ではできない内容となるわけですはいで次 22年の問題ですちょっと解説の方ですがあの本人が財産管理にお置いてどっかに行きましたとでその本人がまあ普通に生きてる間であれば「おい田中君あはい」 あっやってますあの預金どうしてんのあああ本当にされてるのねすいませんあとファックス送ります頼むんだよ分かりましたうせえですがねこっちの生死が不明になってとしますそうするとねおー最近連絡がねえなちょっとまあ楽もできるしちょっとサボろうかなこうなるんですよ生死が不明になる監督しなくなる危なくなるなので 生存が明らかでないときは解任できる。生存が明らかでないときは解任できるとしています。すると、今回の足は、生存が明らかであってもと、となってますので、これは解任できる要件は満たしません。 次28年の問題ですあの報酬全般でいうと結構面倒なんだけど裁判所が選ぶ人の報酬裁判所が誰か、ね、お仕事してくれって,て選んだ場合って大抵ね報酬は与えることができるになりやすいんですよ。裁判所が選んだ系っていうのは 報酬を与えるることとがでできななりがちなんですもちろん一個一個覚えてほしいけど、なかなかきついんであればね、あ、これ多分そっちの方論点じゃないかなと思って疑ってみてくださいで。では最後、令和2年の問題です。令和2年の問題。 不在者財産管理人は管理はできるけど処分はできない。で処分するには許可が必要です。ただ、そのあくまでも処分ができないだけであって、この保存行為、いわゆる財産的な価値を維持する行為、価値を維持する行為であれば、これは独断でやっていいです。で独断でやっていいし、価値を維持する行為は迅速に行うべき。なので、許可を待ってられない。 というところもあります。はい。では次は三ページの方の問題に行きましょうか。じゃ三ページの問題すべてやってみてください。どうぞ。 ではまずは27年の問題です、はいで、こちらの方ですが、登記を受けていないと言っています。94条2項で保護される、94条2項で保護されるためには、一般論としては、登記なくても保護されます。ただ、あくまでも一般論です。状況的には必要になる場合もあります。 A が B に売る虚偽表示で B が C に売る虚偽表示でもこの A がこの A が A の方がね全く別人の方にも売っているこういった事例の場合このケースになるとこの2人は対抗関係になります まあ,ある意味、直線で止まっているんだったら、登記なくして対抗できるんですが、こうな、縦が出てくるというようになってしまうと、登記が必要になります。次、27年の問題です。年の問題 ここは、94条、これは保護要件は善意です、えー。点々と売買があった場合は、どっかでも善意が出れば法律関係を決めることにしようと。もうどっかで善意者が出た法律関係を決めることにしよう。早期解決のため、そういう論理を取ることになりました。 では次、平成3年の問題。こちらですが。えー、昨後、えー、昨後、詐欺、脅迫によって、えー、こちら、一生児をしてしまった。その人の利益を守りたいんです。その人の利益を守りたいんで、その人自身、その代理人、承継人まで OK にしてます。 お前勘違いだよなだから俺取り消してやるよとお前勘違いだよな俺が取り消してやるよと「いやいや俺別にこれでいいと思ってんだけどと」と相手に言わせる必要はないんですよねはいでは今度一番下30年の問題ですはいこちらですが 本来重回室の場合は取り消しができませんですがそれを相手が知っていたんですすいません唐突くだあのこの状況で来た場合って普通こっちどうするかって言ったら「やべえの来たぞこれこれ売らない方がいいなと」とこれ絶対勘違いしてるぞ勘違いしている分かって売る売るなよ いてことなので、こちら、重大な過失があったとしても、相手が分かっていたんであれば、取り消せるというふうにしているんですね。はい。ということで、この初回については、ここまでといたします。では、初回の方は以上になります。お疲れ様でした。